さんこんにちは、よしかチャンネルです。こんにちは。今日は、はい、最終確認で、そうですね、リクシルさんにお邪魔します。はい、今リクシルさんに来てます。はい、最終本当にこれで決定でいいんですかっていうような確認ね。そうやね、設備いろいろね、はい、コンロだったり、これを選びました、これを選びます、うん、これで確定ですっていうのを確認しに、ね、確認ですね、ショールームで一つ一つね、はい、人回るのかな。そうや ね、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、これでね、はい、全部決まっちゃいます。決まっちゃいますね。決まっちゃいますか、決まっちゃうっていうか、心は決まってるけど、はい、確認ですね。最終、はい、決定します。それでも発注が始まるわけですね。はい、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 始まります。おー、もうちょっとなってたね。影がありません。はい、9月入ってるのに残暑が厳しい。厳しいね。この色はあれがええね。この色が。ここ立っていいね。お前。いいわ。いいやろ。うん。って言ってまたこれを見る。うちのあれと一緒。あ、ほんまや。カラーリング。グレーズグレー。グレーズグレーや。モンピもこれにしましょうか。できない。ね。あ、吉川ちゃんほらこれ見て。グレーで。グレーで白。白。うん、そうだよね。うん、じゃあこのピカッとはしないけどね。うん、今日はカップボードの組み合わせ、ね、うん、組み合わせとかもね、うん、壁紙とかもね、ちょっと考えながら。ね、あとこういう下のね。うん、ね、そうそう、あと下ね。これな、ね、これもいいね。これいいわ。この間お世話になりましたね。ありがとうございました。わかりやすかった説明。ありがとうございます。ちゃんと動画できました。見ました。もう色もこんな感じで黒系で、カップボードはもうホワイトで一個ずつ確認する感じですか、ね、はい、最終確認。最終確認。扉の絵もグレーズグレー、天板グレーズグレー、もうこれは、はい、大丈夫。それは、はい、はい、これはもう決定で、ありがとうございます。はい、ただこれがなしのやつね。あ、そうやね、こっちはなし、開きのツルンとしたツルンとしたやつですよね、はい、で奥行きは一緒です。ちょっと改めて見たら、はい、改めてなんかね、今までと違う感じやね、なんか、うん、結構やっぱり広い、広いですね、うん、でシンクもこのハイブリッドコーシンクに入れていただきます。で、まな板スタンドはなし、なしです。はい、水洗金具はこれと同じの色がシルバー、はい、メタルです。はい、取っ手じゃなくて、うん、あのしっかり持てるハンドル式で入って、あ、そうですよね、コンセントも付いてるので、はい、実行性あとここにあるんですね、はい、コンロの下、ラクパッドシェルっていうので、はい、もっと全く一緒に話すんですよ、はい、ね、はい、あ、そうや、この下地が、下地はステンレスで、ね、そうですね、出てますね。ってことはこれなんですね。あ、ここステンレス、はいはいはい、ステンレスね。であと一番下の結露収納も全部ステンレスになるので、あ、あ、そうですね。はい。でこれ高さ85センチなので、90になるともっと高くなるんですね。はい。下。でここは、ミール、ミール、はい。食洗機もう一度ミール。はい、はい、お願いします。今回60センチのタイプで入れていただいてたので、はい、これと一緒です、ね、これと一緒ですね、はい、嬉しいな、ね、はい、3番、はい、古来が全部ステンレスなのでここもお掃除しやすくて手入れしやすくて、国内製のものだとここが全部樹脂になるので、あ、その掃除がしやすいです。これって全部出せるんですか？これ出せます。引き出しは、はい、はい、カゴごと出せます。出せるんですね。なのでこういうとこに置いて食器入れて入れるとかもできます。そうと、でここが全部グレーズグレーになります。グレーズグレーですね。今回ミーレさんの横に三段引き出しついてるので、ここと同じように。はい、あとは先ほど IH ですね。はい。前回
く似てたのがパナソニックさん、はい、そうですね、色も黒ですね。これが同じですか。長さが、あ、長さこれは長いですね。これは大きいワイド。70いくらと75と60やったかな。そうですね。艶なしか艶ありの違い、はい、そうですね、上側が艶なしですね、そうですね、ここに今取っ手がこうついて、これがキッチンフォーク、うん、はい、これの取っ手はこれなんでしたっけ。さあ今選んでたのは黒いこれだけど、ね、それをシルバーにするか黒にするかっていう、うん、どっちかってことなんですね、うん、なんか黒かな、うん、本当にも何もなくなるんですよね、うん、あそこぐらい出てみましょうか。いいですか。すいません、はい、ありがとうございます。あ、ちょっとこの辺から見た方がいいかな。この辺から見た方がいいか。なんかやっぱ黒やね。黒かな、うん、黒の方がちょっと高級感が出るんですよね。あ、出ますよね。いや、黒です。黒です。取っ手はまあ、その取っ手のタイプ、これだけこう取っ手がつく感じ、はい、トーン、トーン、トーンってなるんですよね。そうですね、うん、でプロの取っ手で、プロの取っ手で、はい、はい、で今回キッチンパネルのグレーズグレーで結構濃いめの色を選んでいただいて、はいはい、トーン的にはすごい合います。合います、はい、それってキッチンこれ全面でしたっけ。壁全面きます。このキッチンパネルをグレーズグレーに実際合わせてる展示、ちょっと他のショールームなんかこんな感じで、で後ろカップボード今回白なので、うん、ここまで暗くは見えないです。もうちょっと明るい感じで、いい感じになると思います。これだけ見ると結構暗く見えるんですけど、うん、意外と馴染むので、うん、これで、ね、これはこれで OK です。換気扇は取り外し1回させてもらったり、お試しさせてもらったあれと同じですか。そうですね、真っ黒で10年間掃除がいらないタイプです、うんうん、これがなしやったっけ。なしです。これがなしですね。ポケットだけつくイメージ。あ、これだけつくんですね、はい、これね、これケイカさんのこれが入るようにカップボードを作ってもらいます。大丈夫ですか。はい、なんか前と違うね。うん、なんか、なんか、うん、IH 大きいのにすると調理スペースがちょっと狭くなる。もうよしかちゃんここで作業してるのがすごい見てたら多い感じがするから、うん、こうのスペースを広くした方が、うん、ね、いいかな。今よりも調理スペースが広がる方のイメージが自分にはあるから、あるよね、そうします、はい、色近いところで行きますと、もうここら辺は省かれるかなと思うんですけど、まあ、この3色を、ふ、ね、うん、っと見た感じは私これかな、うん、これかな、特にはなくて、こんな感じで、あ、でもなんかこれがいいな、やっぱり、こういう、似てるのは一番向こうの感じですよね。これで、目地ってこんな、うん、下がり天井はこういいのにして、これもなんか本当にこう、こう見るのと、こう見るのと、この電気とか、そうですよね、はい、うん、ですね、あ、今落ち着きますね、うんうん、大人な感じにはなる、はい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 、思いますね。ちょうどね、冷蔵庫はうちと同じなので、イメージは湧きやすい、換気扇ね、換気扇黒で、グレーズグレーのセラミックトップ、この中のシンクはこのハイブリッドクォーツシンクね、綺麗ね、これで IH はこれの60センチの60センチでしたね、うん、今と同じぐらいのサイズにしました、はい、うん、オールメタルは高いので諦めて、はい、3つ IH です、はい、で黒です。食洗機は、はい、スム君待望のミーレ60センチ、はい、ありがとうございます、ね、視聴者さんの皆さん、ミーレいいですよって言っていただいていましたけどね、 ありがとうございます、ね、これで ね、もう洗い物をすることなくなるかもしれませんこんな2人で入れるほどあるかなっていう、ちょっとそれはあるけどね、そうやね
まあ、これからね、家族が増えて、うん、娘や息子に家族がね、うん、増えて、みんなで食事する時とか大活躍だろうし、ね、でもね、少ない量でも少ない水しか出ないから、うん、そこはちゃんと考えてはるみたいで、ミーレさんはだから素晴らしい、うん、と思います。これもカップボードはあのサイズはこれですね。奥行きが45で、うちは白にしたけど、うん、マットカラーの白にしましたけどね。マットカラーの白で、うん、取っては黒かな、うん、でこの壁紙をね、何色にするかっていうのは、そのそう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 今その話でしたね。したね、うん、キッチンの高さは90センチ、うん、もう90センチに決定しましたね。決定しました。着るのも楽になりそう、うん、まあね、腰には良さそうやと思った。そうね、今までこう、うん、ちょっとこうかがむから、うん、こうかがまなくなって、うん、まあ、さあ終わりました、はい、なんか楽しかったね。でも楽しかったね、うん、なんか壁紙とかもこう周りのも固まってくるとね。壁紙は最終決定ではないけど、そう、家で合わせてみましょうか、うん、ね、合わせてみましょうということで、はい、かなり進みました。進みました。もう発注していただけるそうなんで、はい、発注していただいて、うん、で、工事の日程とかまた後日、はい、教えていただけるそうです。そうですね、始まりました。始まりました、はい。作業始まるのを待つだけです。待つだけです、うん、その間に、うん、まあ、床のね、うんうんうん、あれとか壁の、そうね、最終的に決定したらいいのね、うん、じゃあ今から家帰って、はい、家でこうやって合わせてみましょうか。一回ちょっと合わせてみようか、うん、うんうん。全ての方お呼びできなかったんですけども、そうですね、今からちょっと読ませていただきますので、これからも続けていきたいなと、はい、いつか皆さんと何かの形でね、うん、お会いできることもね、考えていこうと思ってます、なんか企画していきたいなと、ね、はい、その時はまたよろしくお願いします。今日もお付き合いいただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタも私目線で発信してます。フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。